日マドさん大丈夫ですかそんな。いやなんか調子悪いなって。僕が大好きなパプチコの桜井敦っていうのが亡くなったんですよ。群馬の大ヒーローが2曲目で倒れてそのまま死んじゃったんです。そういやそうなんと一緒。いやそれと一緒です。もう悲しくてしょうがないですよ。もう心のヒーローがいなくなった。いや私も知らなかった。え？いやだからマサ好きなんでもいいし。いやだからマサが2曲目いや死にたくない。あ、 BGM が切れたところで今日は、ステージにいる僕らはもちろん歌うんですけれども、桜井翔司さんを知るんでこの、集まっていただいた皆さんで桜井さんの歌を歌いながら桜井さんのこう歌の中ってこう聴いてるだけとちょっと歌ってるとなんかまた景色が違ってくるですね。あの帰ろう帰ろうって歌があって、星の帰ろう帰ろう星の窓にって僕聞いてたんですけど、そしたら格子の窓だったんですよ。だからそれはまた随分えらいハードな景色がバチッと変わりましたけれども、あのね素晴らしい歌いっぱいあるんで、まずは僕らさっちゃんズが最初に4曲やらせていただきます。その後はリクエストあったり、桜井さんの思い出を語ったり皆さんで楽しい時間を天国の桜井さんと共に送りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまず1曲目なんですけども、あのみんなそれぞれ違うものもらってるんですよね。桜井さんっていうのは不思議な方で、あの僕ももらってるものとマサさんがもらってるのは若干内容が違っていたりして、こう一括して渡してないっていうところがすごいところだと思うんですけど、まず1曲目人生の贈り物という歌です。お聴きください。花がこれほど美しいことに、年を取るまで少しも気づかなかった。美しく置いてゆくことがどれほどに難しいかということさえ気づかなかった。もしももう一度だけ若さくれるとも言われても、おそらく私はそうと断るだろう。若き日のときめきや迷いをもう一度繰り返すなんて、それは望むものではない。それが人生の秘密、それが皆さん一緒に歌ってくださいよ。人生の贈り物、季節の花や人の命の短さに、年を取るまで少しも気づかなかった。人は憎みに逆みそし傷つけて、いつか
許し愛し合う日が来るのだろう。そして言葉もいらないと待ってましたからね、これね、はい、あれやねみたいな、はい、ここで、それでは、ケンパイの温度を、誰にしようかなって、誰も目が合わなくなったという、この状況で、じゃあ、ここはやばい、カジさんですか。じゃあ、カジさん、はい。はい、多分私が一番思ってるということにしてくれ。もちろんです、もちろんです。本当にいいってもんな。あ、でも私なんか持ってきました。カジさんありますからね、マイク。マイクだよ。マイクでケンパイってピーなことは絶対取るんよ。もう警察で嫌いられたから、警察の前でどれまくったな、知ってるやん、ジョシャルの時に。なんか見ちゃうけどな。あ、そうやな。でも全然他の時はおとなしいんですけど。おとなしいの。ほんまですか。ほんまにおとなしいの。私の知ってるおとなしとカジさんのおとなしが一緒じゃないですか。あ、そうや、むつ、無口や。むつ口がある。そうですね。おこがましい。
でもちょっとね、お客さんが少ないから、その分を頑張って。あの、この前映画会は割と来てくれたんですよ。そうですね。うん、だから、でもまたやりましょう。毎年、はい、やりましょう。ね、ほんで、桜井さんの命日は、さっちゃんの命日じゃないけどね、一緒にね、楽しいの。はい、別に券売だら乾杯言うたらいいだけで、カジさん、そしたらあれじゃないですか、カジさんの桜井さんへの思い出トークも交えの券売で、桜井さんの思いも、なあ、亀ちゃんな、あのね、もういろんなことあるんですけどね、桜井さんは亀ちゃんが、亀ちゃんはって毎回聞いてくれるんです。もともとあのね、あのモズ先生も亀ちゃんが鎌ヶ崎人形を歌ったということで、モズ先生の話じゃないけど、モズ先生も亀ちゃんのここに封筒、あ、じゃあ何、うん、内袋に入れて、そうそうそう、ご祝儀ですよね、ご祝儀をくれはしてましたよね、うん、ほんで亀ちゃんはそこであの桜井さんとも出会って、その時じゃないんですけど出会ってね、そしたら亀ちゃん病気してるって言ったら見舞いに行ってくれたんですよ、病院、私らも行ってないのに病院に行ってくれはって、ほんでお見舞いをくれはったんです。亀ちゃんその意味分かってるかどうか知りませんけど、すごい人やなと思ってね、なんかものすごく丁寧に人と付き合いはんねんなっていうのがあります。で、まあそれぐらいでもう言うたらキリがないぐらい私はお世話になったと思ってます。特にあのさっちゃんのことは、まあ、お母さんに向かってね、さっちゃんのことは逆冤罪やからいうことを言うてくれはったんです。それでもう私らは空気が入ってね、もう本当にあれが救いでした。もうずっと四面楚歌っていう感じやったのがバーッて開けて、んで、まあ、釜の人もいろんなことを応援してて、いろんな場所で会うんですよ。石川さんの集会行っても、どこ行っても会うんですけど、うん、あの桜井さんの味方やから、こういうじゃないけど、本当にね、そう思えるぐらい、あのへこへこしながら、あのなんかすごく、うん、お前分かっとるか、いう感じで生きれましたので、私は恩人でも、もう普通の恩人とちゃうんですわ。うん、すごい、まあ矢島家はもう絶対思ってはると思うんですけど、まあ思い出言ってもまた喋りですので、これぐらいにして乾杯しましょうか。ね、そういった乾杯言って。乾杯ですか。乾杯言うのはどれですか。乾杯、乾杯、乾杯って言ったら乾杯みたいな。ビンちゃんやってや、私そんな。僕ねよくわからないんですよ、これもうなんでも違う。みんなで今日はゆっくり。ね、桜井さんに乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん、あの行きますので、2曲目はですね。今あなたにという曲です。とあなた、あのここのあなたってやっぱりパートナーのどの方でしたっけ。恵子さんですかね、やっぱり。だけど人間っていいですねって来てますからね。人類愛、はい、そうですよね、みんなですね。あの歌は分かりますか、大丈夫ですか。まあ分からない方にも僕があのちょっとちゃんとあのやりますのでついてきてくださいね。あの桜井さんとちょっと違っちゃってるかもしれないけど、じゃあよろしいですか、今あなたに。はい、これはともちゃんよろしいですか。ともちゃんカウントで、うん、1,2,3 すいません、1,2,4,4 表紙的にはそうかもしれないですよね。1,2,3
つもあなたがいたら私らを苦しい癒されぬ微笑み心重ねるあなたがいたら愛、夢、希望、そして愛。教えられたり一人の力をみんなの力を人の世のために伝え合いたいどうぞ人間でいいですね人間でいいそして愛、夢、希望、そして愛。真似をしていることが分かる桜井さんの声僕聞こえてるんですけどここであれちょっと細かいところが違うかな違うかなと思いながらあれどっちやったっけどっちやったっけみたいなことになってますけど皆さんもぜひ桜井さんのことをちょっとこの辺に歌を置いていただいて続きましてはどんどんいきますよ金木星いきましょうこれはねもうサビは皆さんバッチリいけますからね歌詞カードいかなくてもねはい
ごめんなさい、大丈夫です。じゃあよろしいですか。皆さん用意はよろしいですか。よろしいですか。おじさんなんか声が沈んでないですか。大丈夫ですか。はい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 じゃあお願いしますこれはカウントバウンドしかないI'm not afraid to die.
ですね、みんなと歌うと、ね、楽しいですね、いいですね。はい、なんか こんな感じでだん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 慣れていただければ。じゃ あのまずはね、4曲やってちょっと、いろいろ変わっていこうと思います。じゃあ次はあのまだこれから厳しい冬が待ってますけども、それを加えて未来が春。これ三拍子ですよ。笑っているも
のさ、君もほらそのさ、友がいるじゃないか。ゆらゆら歩く船で、ゆらゆら歩く船で、ゆらゆら歩く船で、ゆらゆら歩く。じゃあ、いろいろね、桜井さんの思い出トークを聞きたい方々もいらっしゃるんですけれども、思い出トークのある方がいらっしゃいましたら、ぜひここで皆さんに語ってあげてください。こちらから指名の場合はまた何かお願いしますので、はい、ちょっと桜井さんの歌かけますね。忘れない。
こんばんは。こんばんは。日曜日なんか僕歌わせろみたいなこと言ったらしいんですけど、全く覚えてなくて。歌わせろまでは言ってない。歌わせろまでは。さっき言われてびっくりしたんですけど。歌わせろまでは。あの日ワイン一本開けて、全く記憶がないんですよ、ね。ほら、言ったそんな言ってましたっけ。恐ろしいな。こんなことなら桜井さんの曲練習しとくんやったなって、すごい後悔。してないよ。してないですよ。だって死ぬようなく桜井さんの死ぬようなくとかって言ってんだから。全くそんなこと覚えてない。しゃあないんで、持ち歌を歌いたいと思います。桜井さんの思い出といえばですね、いつも会うたんびにごめんな、たけちゃんの料理食べれなくてってずっと会うたんびに言ってくれて、でね、あれ毎回ちゃんと声をかけてくれて話してくれるんですよね。だいたいここでライブをやる人とかでも、僕はまあ言うたら料理とかして一スタッフなんで、特に声をかけてくれることってほんめったにないんですけど、桜井さんだけはね、毎回たけちゃんだけじゃんって言って声かけてくれたのです、ね。で、
くれ君の憎しみを、白黒つけないでおくれ、信じないでおくれ、君の常識を。日曜日もやったような気がするんですが覚えてないんでねなんとなくですけど、自分の中であの桜井さんのなんかねイメージとちょっと似てる感じもちょっとあるかなっていうのをさっき聞いてと思って、テイストがで僕の歌詞じゃなくて僕の祖父の歌詞でして、歌詞というかまあ俳句ね、なんか五七五で全部成り立ってるんですけども、まあ、前もその話したと思うんですけど、娘がね、僕の父の姉にあたる人が3歳で亡くなったんですよね。でその娘のことがたくさん俳句に残ってて、玉子さんって言うんですけども、で前にねその法事があって、7年とかもう10年近くぶりに親戚が全員集まって、その時おばさんから聞いたんですけども、祖父は結構ね、あの、何て言うかな、ややこしいと怒られるけども、結構頑固で、あんまり感情を出さない、人前で絶対泣いたりなんかしない男なんですけども、一回だけみんなの前で号泣したことがあって、それなんでかって言ったら、その、友人がですね、海外に行ってて、当時珍しかったジェリービーンズを娘にお土産に買ってきてくれたんですけども、その時もすでに、あの、玉子さんは娘が亡くなってて、そのジェリービーンズを食べさせてあげたかったって言うと、みんなの前で、号泣したらしいんですけども、そういう話をこの間初めて聞いて、あ、これも曲にしないと。フリーボイス。ちなみに編曲は、カオリーノさんが、本人は覚えてるかどうか、定かではありません。では、フリーボイス。
元日の半ばモンペのこと犬と身辺に匂うものなし冬帽子腰の旅路の聞くナマスしぐれつつ行く旅虹の立ち変わる起源とす枯れ物虹の揺らめくよ焦がねたる後の迷子の冬支度身辺に匂うものなし冬帽子最後に歌詞の最後にねここは天国鎌ヶ崎というオマージュが入ってるんでさっきその話をねしてたんでやりたいと雨降る街のブルース
女に会ってよろしく伝えてくれ。俺は疲れ果てて一歩も動けず、この街を出る勇気もないのさ。そうさ、もうここが俺のふるさとだ。たまに家の子はいつも不機嫌さ。でも彼女だけが君を受け入れてくれる。この街じゃ誰もがまるで映画の主人公さ。今日もその日暮らしの日が暮れる。脅しと破滅の奴らの手口、正しいことしたいのなら帰りな。だって誰も君に来たりなんてしていない。可愛いあの子はいつも不機嫌さ。ボブ・ディランの I Shall Be Released を歌いたいと思うんですけども、この歌はね、冤罪の歌だと言われて有名で、桜井さんといえば、ね、ということでもあるんですけども、欧米ではですね、この歌は、死者を送る歌として捉えられていることがありまして、人生を大きな監獄と捉えて、その苦しみから解放されて、という感じの解釈が結構されてて、まあもちろんね、冤罪の歌だっていう解釈もありだと思うんですけど、そのダブルミーニングで今日にふさわしいんじゃないかと思って。あのね、歌詞で、無実の男が叫んでいるというところと、あとはですね、西から東へ光がっていうのも、到底、これを覆せない監獄の中にいてっていう、そういう意味もあるらしいです。実際に僕の、知り合いで、監獄に入ってた人が、たけちゃん俺の部屋も西から東へしか光刺さんかったんやって言ってはりましたけど。では I shall be released。
全ては変えられると彼らは言う。なんていうっけ。やめようか。あ、思い出しました。すべては変えられると彼らは言う。道のりは遠いけれど、でも俺をここに閉じ込めた奴らの顔を忘れることなどできない。俺にも光が見えたよ。西から東へと輝いていく。の日にか、いつの日にか自由になれるのさ。誰もが守られると彼らは言う。すべての人は堕落していく。俺にはもう遅すぎるかも。高い壁の向こうの話さ。俺にも光が見えたよ。西から東へと輝いていく。いつの日にか、いつの日にか自由になれるのさ。寂しい群衆の中に一人立ち、男が無実だと叫んでいる。俺にはもう遅すぎるかも。壁の向こうの話さ。俺にも光が見えたよ。西から東へと輝いていく。自由。
ありがとうございました。明日すだちと2人で庄内にあるルーズという店でライブやるんで、時間ある人ぜひ来てください。明日は間違わないようにしますね。宝塚線の各駅停車、はい、そしたら、たけちゃん、どうもありがとうございました。そこで、また桜井さんの思い出トーク行ける方がいましたら、ぜひお願いしたいんですけれども、もしいらっしゃらなかったら、ちょっとこちらから締めさせていただくんですけれども、じゃあ、桜井さんとは、その歌をね、こう支えてきてくれたこの方に、ぜひ、思い出トークお願いしたいと思います。ともちゃんの思い出トークです。よろしくお願いします。ともちゃんすごい靴履いてるね。魔法使いみたいな。皆さんこんばんは。今日もマサさんに声をかけてもらって来させてもらいました。よろしくお願いします。私もここで一緒にさっちゃんバンドでさせてもらうのは3回目ぐらいですかね。させてもらって声かけてもらって、まあもともと桜井さんを、まあ、私ちょっと翔ちゃんと呼んでるので翔ちゃんと呼ばせてもらうんですけども、めっちゃ捨てたし、あ、見てお通感翔ちゃんがこういうとこを毎月やってるっていうのを聞いてて、で、僕のコンサートを普段はね、さっちゃんバンドでやってるのところに自分が歌ってるんですけど、自分のコンサートするから弾きに来てって言ってもらえて、で初めて来させてもらって、もうその時にはね、皆さんもさっちゃんバンドも一緒に交えてっていうことで、すごいやっぱり、まあ、私もともと伴奏ばっかりをしているのですごく楽しかったのが懐かしく思います。さっきもちょっとどういうね出会いがということで、この前も映画の時にちょっとお話しさせてもらったんですけど、もう10年もうちょっと前ぐらいに、私法律事務所の事務員をやってまして、そこで国民救援会の岸和田支部というのがうちの事務所を拠点に、まあ、活動してたんですけど、で桜井さんを呼ぼうということで、桜井さんを呼んだのがきっかけです。で初めて、講演の時にもう、まあ、皆さんと同じで、本当にこの人29年間も刑務所おったんみたいな、もう会話が弾んで、まあ、その後の宴会の時、飲み会の時だったんですけど、もうやっぱり私も皆さんと同じですごい気に入ってしまって、でまあ喋ってたら、歌を歌うねん、歌作るねんって話で、私ピアノ弾けるし伴奏してんねんって言ったら、もうすぐ、あ、弾いてって言われて、でそっから何日か後にもうすぐその法律事務所にいっぱい楽譜が届いて、こっちはね、さっきの人と同じ飲んでて忘れてたから、何が届いたかと思ったら、お手紙と一緒にいっぱい楽譜が届いて、で実際楽譜どこにも伴奏がなくって、で佐藤光正さんの CD を聞いて、でひたすら自分でそのように真似して弾き始めたのがきっかけだったんですけど、そっから関西に来るときは兵庫だったり和歌山だったり、あちこちの時に日程行けるって言われて、でついて行って、で伴奏をさせてもらっていました。もう十何年ずーっとこの伴奏をさせてもらって、前も言って、で、マサさんのところでもね、させてもらって、コンサートするよっていうのをさせてもらった時にも、今日じゃ行けるって言われて、行けるよって言って。2回やった。ね、2回しましたよね。そんなんを。あとはもう公演の旅にさせてもらって、で、調子なんで、
最初の頃はねリハーサルとかやってたのかなと思うんですけど、もう後半はもうだんだん本当にその日でいいやろうとか数時間前でいいやろうとか、あとはなんか近くだと私の家に来てちょろっと合わせてもういけるわって言って終わってその場に行くみたいなのがずっと ありました。すごく懐かしいですけど、本当になんかまあ伴奏もやってたので、やっぱり他の東京の人たちの人こう伴奏頼むとやっぱりプロの人なので、やっぱりその人の伴奏っていうよりかは自分もまあねやっぱりプロなのでっていうところで、ちょっと本人がこう歌いたいって言ってもいやこうした方がって反対になんか言われるみたいで、でも私はもう言われたものだけをこうやるからこうやってとかでこう早めてとかっていうのをこうまあアイコンタクトしながらやってたので、やっぱり歌いやすいって言ってくれてたのが自分もやっぱりその時にはね分からなかったんですが、あだんだんこういろんなところで聞かせてもらいながら、あこういうことかっていうのを懐かしく、はい、で今日久しぶりにもう弾くことないと思ってたし弾く機会ないと思ってたところをやっぱこういうふうになんか誘ってもらって、でさっき CD かけてね本人の歌と合わせて伴奏した時に、なんやこういう形でまた翔ちゃんに会えるんやっていうね、なんかこんな形で一緒に歌えるんやっていうことが、でどっちかというと今も皆さんと一緒に私も歌ってたんですが、公演だと私声は出せないので、やっぱ本人が歌ってるから本人がコンサートでやってるのでハモるわけでもなく、わーって自分が声出すことはないんですが、一緒になんか今日は歌うこともできてるので、本当になんかすごい宝物をこう皆さんと一緒の関係も作らせてもらって、その後もこないして、ね、本人がいなくてもその場所に呼んでもらえて一緒に歌ってっていうことでは本当に日々感謝はしてるんですけど、彼のおかげで自分も広がったし、ああいう生き方をしてる人がいるんやっていうことを、もう私の中でも翔ちゃんイコールなんか青年なんですよ。やっぱりやってることはすごいんですけど、でもやっぱりこう話をしてるとやっぱり20代から刑務所29年間入ってると違う意味のこう青春っていうのを若者としてのとか女性とかでもそうですし、こう若い中でのなんかこういうことを楽しくやったっていうようなのがやっぱりなかったんで、それをこうなんか出てきてもう本当に20歳のままで会話してる、行動してる、なんかそういう話し相手になってるのが全然70代にはまあ出会ったの60代ですけど全然見えないぐらいだったので、全然年の差の自分の中では関係がなく、で伴奏と歌い手っていうパートナーで折れたことを本当にまあ幸せものだなと思いながら、で今日もこういう風になんか出させてもらえる、で大体人に行くところはみんなやっぱりあったかい人がいっぱいいるので、やっぱりそういうところにこう自分も一緒にいるっていうことが本当にありがたいなと思いながら、で前も言ったかもしれないですけど、やっぱり私もまだすごい泣いてること泣くことがなかったんですよ。亡くなってやっぱり遠かったし、でまあずっと連絡も取ってたので8月ぐらいまでも連絡取って、なんかあったら来年こんなことしたいとか、こんなこと一緒にやりたいって言ったら、分かった、元気になるから大丈夫とかっていう答えしかなかったから、入院する時も大丈夫、また出てきて次これするかとか言って言われてたから、全然今の中でも本当に天国行ったんかな、まあ出会わないからいないからというところはあるんですけど、いつまでもなんか悲しいと思えなくて、まあ、自分でそういうなんか事実というか受け止めたくない自分がいるのかもしれないですけど、でもやっぱりずっとなんかここでなんかね、前も言ったここでずっといてくれてるから、なんか寂しくないっていうより、悲しくないっていうより、思い出だけじゃなくてきっともう次なんかあったら応援してくれてるし、きょうちゃんだったら大丈夫だよとか、きょうちゃんこれで頑張っていこうよとかっていうのを、きっと皆さんもそうだと思うんですけど、そういうことを日々こう聞きながら自分をなんか元気づけながら思い出を、はい、楽しんでる
今日この頃です。なんでキョウちゃん？あ、キョウちゃんは私トモって言うんですけど、あの共同のキョウと書いて、はい、それでトモじゃなくてキョウちゃんって言われて、そっからいやトモですって言ったんですけど、もうそっからショウちゃんキョウちゃんになって言われて、前の彼と別れた。はい、ちょっとなんか私の思い出話を聞いてもらってありがとうございます。本当にでも私はここに知り合えて本当に嬉しいですし、呼んでもらって、でもすごいなんかね適当な伴奏になってるんですけど、でも皆さんの一員だっていうのがなんか勝手に思って、はい、今日も来させてもらいました。またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はあの、まあ、夜明けのサッチャンズのメンバーもミュージシャンいるし、ともちゃんもいるんで、あのリクエストがもしあれば引き受けられそうな状態なんですけども、何かリクエストはある方いらっしゃいますか？チーンみたいな香りのさ、どうすればいいですか？この後いや、ビンちゃんがなんかあの自分でリクエストしたらいいんだよ。そしたら、はい、いいんですか、僕バカ歌っちゃうの。そしたら、なんていうか、父ちゃん母ちゃんもめっちゃいいんですけど、僕帰ろ帰ろがよくて、あ、帰ろ、私も帰ろ帰ろ好きなの。じゃあ一緒にやりましょう。うん、やるやる。歌詞よく手書きで書いてきましたけど、そう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 。これさっきもちらっと言ったんですけど、帰ろ帰ろって、あの僕こう耳コピーしたんで、あの星の窓だと思ったんですけども、実はあのちゃんと後で見てもらったら格子の窓だったんですね。帰ろ帰ろ格子の窓を夕日が染めれば遠い故郷を思い出す。帰ろ帰ろ見えない街に子供の声だよ。アバよさよなら、また明日。帰る人のいないうちは明かりもつかない、声もない、生まれたままの柿の実が夕日に染まって人恋しい人恋しいと燃えている。帰ろ帰ろふるさとへ帰ろ、帰ろ帰ろ明日は帰ろっていう歌詞、一番の歌詞です。さすが、あのあれさすがやれるんですか？一番最初なんですか？A マイナー、 A マイナー、 A マイナー、はい、これって一番と二番が続けて出していく、あ、はい、で二番と三番の間も続けて、二番の間は前奏になる、前奏に行く、わかりました、はい、はい、父ちゃん母ちゃんもすごい曲なんですけど、なかなかもう桜井さんの音がもう離れなくて、はい、ちょっと帰ろう帰ろうは気持ちがなんかすげえわかるんで、じゃあ帰ろう帰ろうお願いします。明日帰
って人恋しい人恋しいと思えている。帰ろ帰ろ帰ろ、ふるさとへ帰ろ帰ろ帰ろ、明日は帰ろ。星見つけて遠いふるさと思い出す。帰ろ帰ろ、届かぬ空を、鳥も飛んで帰るよ、そっちが俺のふるさと。帰る人のいないうちは一人ぼっちで音もない庭に枯れたカンナの花が風に吹かれて人恋しい人恋しいと揺れている。帰ろ帰ろ、ふるさとへ帰ろ帰ろ帰ろ、明日は帰ろ。影落とせば帰れぬふるさと思い出す。帰ろ帰ろ、星空夜空、誰かの声だよ、早くお家へ帰ってこう。帰る人のいないうちは闇に溶けて夢もない、屋根の上に忍びがコロコロ落ちては、人恋しい人恋しいと遊んでる。帰ろ帰ろ、ふるさとへ帰ろ帰ろ帰ろ、明日は帰ろ明日は帰ろ。ね、冤罪だもんね、本当に泣けてきますよ、もうこの格子の窓を見ながら。はい、帰ろう帰ろうでしたね。ぜひ愛称会お願いします。はい、どうもサッチャンズ、ね、サッチャンズ行きましょうか。サッチャンズ、うん、はい。大変久さし、人さしじゃない、久しぶりで、本当に皆さんにいつやるの、いつやるのって言っていただきながら、桜井さんのおかげでこういうふうにまたここで、さっちゃん自分みんなとやれることをとても嬉しく思います。本当に桜井さんどうもありがとうございます。皆さんもどうもありがとうございます。
はい、もうさ桜井さんはあの、まあ、逆延滞っていうこともあるけど、桜井さんのお仲間さんにもね、さっちゃんで紹介してくれたし、あのすげえなんか矢島幸子のことをこうみんなに知らせてくれてること、すげえ頑張ってくれて、もうその気持ちが本当にとっても嬉しかったです。桜井さんがね痩せていくからね、大丈夫かな、この肉体って。毎回僕、桜井さんに会うと、まあ、抱きしめてるまではいかないんですけど、触ってたんですけど、だんだん骨が増えてくる。骨が増えてくるとおかしいですね。肉が減っていくから。ああ、どうかな、なんて思ってましたけど。はい。会わないうちに天国に行かれてしまって。はい、だけど、まあ、こうしてね、また桜井さんに会えていくということを嬉しく思います。はい、じゃあ桜井さんが大事にしてくれたさっちゃんの歌です。さっちゃんの聴診器聴いてください。もっと生きたかった、この街にもっと生きたかった、誰かのために。飛び出鳴らしたゴッチの八十字の胸に聴診器、聞こえてきたのはふるさと祭り林と触れた一歩、もっと生きたかった、この街にもっと生きたかった、誰かのために。親に背いた風天を中の世界聴診器、我慢と不幸がべそかいて、風をこじらせすねていた、もっと生きたかった、この街に。もっと生きたかった、誰かのために。昔名のある踊り子の渋さの上に聴診器、火災やまない誇るからタップダンスの音がした、もっと生きたかった、このまま出た我が子を思い出し、泣いてる人に聴診器、人生すごろく振り出しに、できはしないと悔いていた、
なかったこの街にもっと行きたかった誰かのためにもっと行きたかったこの街にもっと行きたかった誰かのために何で生まれてきたのやわからぬ人に聴診渡して聞かせる我が胸の呼吸は今宵も生き生きともっと生きたかったこの街にもっと生きたかった誰かのためにもっと生きたかったさんが言ってた言葉でなんかあーすげえなーっていうふうに思うのは俺の人生は不運だったけど不幸じゃなかったっていろんなね本に書いてあるんですけどあの人はいつも幸せハッピーでしたからね素晴らしいなってそれがなんかみんなにちゃんとシェアしてもらえるっていうあのそのパワーがやっぱり桜井さんの本当のすごさあの僕らもあの黒梅っていう話はねあるんですあったんですだけどねみんなに止められます絶対無理象が針の穴に通るより難しいって象が針の穴通れるわけじゃない通れるわけじゃないじゃないですかだけどはい専門家からそういうふうに言われて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 言われまくってまあ、あの大抵はみんな諦めると思うんですけどもその中で、桜井さんがあの最高裁でこの勝ち取ったっていうのはもう本当にあのなんていうんですかねもう光っていうもう希望さっきも希望愛とかありましたけど、うん、夢とかね希望とかをねやっぱりね与えてくれた人だなっていうふうに思いますなんで泣いてる場合じゃないんですけど幸せハッピーって曲やります泣けばいいんだよ はい、やります。Thank you.
セミを捨ててさ、どうだどうよさ、幸せハッピーそうさ、今日もさ、幸せハッピー。あ、そうですそうです。桜井さんの、歌を皆さんと一緒に歌って、はい、はい、ですよね。ちょっと待ってください、ごめんなさい。酒と涙と男と、なんか1曲目です。はい、で、今あなたにゆらゆら春、そしてラストは内緒です、はい。皆さん、歌詞カードよろしいですか？はい、はーい。あ、すごい、この1時間、2時間でも大石さんが生まれ変わったっていう。ごめんなさい、失礼します。そんな言い方ね、もともとですもんね。はい、もう素晴らしい、素敵。ありがとうございます素敵です。はい、はーい。これからもっと素敵になりますよ。もちろんです、もうますます素敵です。もうギターを背負うのはやめました。放棄、放棄というか、もうこんだけ素晴らしいミュージシャンがいるので、はい、今日はもう本当に皆さんと一緒に歌うのを真剣に。酒と涙と男と女。こうだね。
ね、うまく歌おうと思うとうまくいかないんですよね。なんかやっぱりね、桜井さんのなんかこうグルーヴ感というか、忘れてしまいたいことやみたいな。皆さんちゃんとお酒飲まれてますか今日？飲んでます。飲んでます。今日はね、いいお酒なのであんまりね、こう飲んでじゃないですけども、でそこの部分にちょっと気持ちをね持ってって、皆さん気持ちを解放したいと思います。それではぜひよろしくお願いします。はい、忘れてしまいたいことや、どうしようもない寂しさに包まれた時に、男は酒を飲むのでしょう。飲んで飲んで飲まれて、飲んで飲んで男は静かに眠るのでしょう。忘れてしまいたいことや、どうしようもない寂しさに包まれた時に、女は何が見せるのでしょう。泣いて泣いて一人、泣いて泣いて泣き疲れて眠るまで、泣いてやがて女は
あなたがくれた夢、希望、そして愛。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 じゃあ、いいですか？はい。
んだん桜井さんが近づいてきましたね。あれ僕の歌が近づいてきたじゃないですよ、桜井さんがお前こうだよというのが近づいてきましたね、はい、歌やな、歌ですね、本当に。やっぱ桜井さんがのあの人生をもってして歌うとすごい内容ですね、これね、本当に。ええわ。はい、じゃあゆらゆら春、ゆらゆら春のもういきますね。ちょっと待って。じゃあ、マサさんが、はい、ゆらゆら春は来るね。
芸が今頭をよぎって真似しちゃおうかなと思ったんですけど、あー懐かしい、懐かしいですね。とうとう最後の曲になりましたけれども、はい、皆さん大丈夫ですか。早くても来年になると思いますけど、このナイトは、あ、そんなことないんですか。どうなんですか、わかんないですけど、はい、帰って後悔のないように存分に、はい、あん時言っとけばよかったとかいうことのないように、よろしいですか。はい、あ、なんかもうちょっと僕今攻撃的。いや、その可愛いからもう本当に嬉しいです、ありがとうございます。それでは最後はこの歌で、いきたいと思います。ちょっとね、少し前にこう、あ、当時、当時、じゃあ、いや、別にね、別にどうでもいい、どっちでもいいですけど、なんか桜井さんの方がいいし、他の人が歌うとなんか違うかなって思って。ね、何でもいいですよ。庄司とのところで、マサさんの名前、下を名乗ってマサさん、マサです。足りないじゃないですか、文字が。そうなんだ。まさひさとを呼んでほしいもんなもん。はい、あれです。じゃあそのことはまたどうですか。はい、いいですか。いや、いいですよ、いいですか。リクエストも、はい、うん、じゃあ最後の曲いきましょう。金木犀、はい。皆さん大きな声でお願いします。なんか桜井さんが歌ってるわけじゃないし、今ね、歌ってるわけじゃないし、CD と一緒に合わせない方でいいっていう、今日のバンドメンバーから の温かな言葉です。なので、皆さん、思い思いに、ぜひ。うん、そうですね。僕ももうマイク使うんであります、これは。あ、じゃあこれで、なるほど。わかりました。じゃあ、あれ、例のやつですね。テレビみたいなやつですね。はい。確かにありますか、皆さん、ありますか、大丈夫かな、近所さんとも、近所さんも届くのかな。はい、じゃあ、みんちゃん、あ、そっかそっかそっか。じゃあ、回します。いいですか、いいですか。で、いいでしょうか。はい、はい、はい、そうしましょうか。じゃあ、はい、じゃあ、いけ仙台、とりあえず行って、十分なりません。仙台、今の覚えてる。はい、はい、で、みんちゃん、分かりました。映画だろ、映画、私覚えてるよ、映画すぎて見てるよ。いや、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 では、サイちゃんのフューチャーして、イエイ。Thank you.
リボンの日が どうもありがとうございましたというか、はい、桜井さんどうもありがとうございました本当に、はい、こんなね、いい時間が取れて嬉しいです。はい、はい、そこでちょっとしらけますけど、全然しらけなくて、皆さん投げ銭をね、それは私も忘れててんけど、この人は言わないでしょきっと、これは言わないかんと思う。でもすごくね良かったですけど、本当
ここに一枚持ってきた。だからみんな投げ捨てしてください。あと今のあの起きたあのもう一度桜井さんの声で。いや、そのちょっとでいいんです。桜井さんの声で聞きたい方はあの CD あと4枚しかないんですけども、もしあの書いた人は買ってください。1000円なしで。どんどん入れてください。あのさ、バイオリンの、バイオリンの。